まずは5か1。神宮外苑は全部明治神宮の有地であるということはよく聞きますけれども、まあ、地図を見ましょう。まあ、この地図には今回の再開発の地域、まあ、再開発であの環境エセスの対象になっている地域が赤で書かれています。 とあいながら、海外館前に先ほど言いましたようにテニスクラブを置きますけれども、その部分は赤い線に入ってないんです。なぜかというと、海外館前広場の部分は高さが低いので、環境アセスの対象になりません。それが、まあ、どれほど樹木が伐採されるかの決算。 にもよりますけれども、赤い部分の中の決算と、絵画館前の樹木を含んだ決算になっているかで、だいぶ違ってきますので、それもまた難しいポイントですけれども、あの、まずは、あの、所有者を見ましょう。緑で書かれているのは、明治神宮の土地ださ。そして、 まあ、なんていうか薄いオレンジ色で書かれているのは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの土地です。まあ、日本スポーツ振興センターは文部科学省の所管の,の組織です。それから、量産が国から来るというあのことになっています。そして、紫で書かれているのは東京都。 そして黄色いで書かれたのはあのガイアンハウス管理組合。そして下のところで赤で書かれたのは伊藤忠商事。そして薄い青で書かれたのは日本オラ,カルオラクルあの株式会社。そしてあの青で書かれたのはあのテピアです。あの最初は オーラクールもテピアも再開発の事業者になってたんですけれども、どこかの時点であのそれを離れて、今は事業者じゃないんです。あの事業者が4つあって、明治神宮、日本スポーツ振興センター、伊藤忠商事と三井不動産です。 まあ、三井不動産が土地の所有者じゃなくてあの開発事業者ということです。そして、まあ、ここで見られるように、日本スポーツ振興センターがあの、まあ、神宮外苑再開発の対象地域の大きな部分を占めていますので、日本スポーツ振興センターの協力がないと今回の計画を実施できません。ですから、まあ、周知である まあ、ある部分は実は、まあ、専門家によると国有地と言ってもいいのか、純国有地と言ってもいいのか、ちょっと日本スポーツ振興センターの,の,の所有している場所をどのように表現する場合かに関して意見の分かれがありますけれども、でも普通の私有地じゃないということは明らかですね。そして明治神宮の土地も普通の 私有地じゃなくて、実はもともと国有地でした。作られた時には、神宮のすべてが、まあ、神道が政府の一部だったので、神宮の土地も政府の一部だったんですね。そして戦後、政府と宗教を分ける憲法になったので、国が持っていた神社の土地を 神社に移る必要がありました、法律上。内縁の方は明らかに宗教目的ですので、もうスムーズにそれが明治神宮の土地になったということですけど、外縁の方はどうするのかに関して、かなり討論があったんですね。もう純粋な宗教的な場所ではない、あのスポーツ施設もあるし、あのなので、 その当時、文部省が、この土地を国際あの、国際じゃなくて、あの、国立公園にしましょう。っていう考えだったんですね。しかし、それに対して、明治神宮が猛反対して、もう内縁と外縁はセットなので、分けてはいけない。明治神宮はすべてを所有したい。っていうことでしたので、 妥協案として、神宮外苑の方は市場の価格の半分で明治神宮に売却しました。でもそれに対して条件付けで渡したんです。どんな条件だったかというと、アマチュアスポーツ中心にあのして、まあ、普通の人が使えるように使用量を低くして、 そして、民主的な方法で運営するということでした。ですから、条件付けだったんですね。